ル学園と銚子商業の対戦ですが、今左バッターボックスプロフィールが映っています。注目の銚子商業3番ショート沢井。沢井亮介選手は184センチ83キロ、去年の公式戦は11試合で5割4分3厘ホームラン3本という成績を残しています。さあいきなり出るか、飛距離は十分だ、入りました、大会第1号、度肝を抜くホームランです。打った瞬間飛距離十分、第一打席でその素晴らしい打撃を見せました。いやー三原さん驚きました、ものすごく大きなホームランです。そうですね、ワインドワンからちょっと甘く入ったところをですねスタンドに入ったんじゃないでしょうか。スタンドもどこまで飛びましたかと沢井を迎えます。先ほどのホームランです。球は何でしたか、低めのね、ストレートじゃなかったと思います。年末から年始にかけましてオーストラリアでアジアジュニア選手権が行われました。その時全日本高校選抜チームの4番が PL 学園の福留、3番が今バッターボックスの沢井、はい、この2人がオーストラリアでは同室だったそうなんですよ。これもヒット、しかも長打コースだ、二塁へ行く、沢井2打数2安打2本とも長打と送球がそれた。そうですね、まあ埋めてもいいわけですからね。さあ失点、打球は捉えているぞ、バックスクリーン120メートル、捉えた、福留甲子園第1号、そして大会第2号のスリーラン、一挙3点、沢井が打つなら俺も打つ、見事に打ち返しました。ランナー2人置いてのスリーラン、4対1。すごいですね。何か三原さん、高校野球といいますか、何か違う次元での野球を見ているような、そんな思いがするんですが、このホームランです。バックスクリーンですね。